アバンギャルド・ティロールは、オーストリアのゼイフェルトで行われていた、若手作曲家のための現代音楽の下記講習会で、ある。厳密な講習会名は、アバンギャルド・ティロール・インターナショナル・アカデミー・フュアノイエ、コンポスチオン・ウント・オーディオ・アートである。ボグスワフ・シェフエルの恒例に伴い、公的機関で作曲の指導が不可能になるのを惜しんだ、オーストリアの人々が1993年に、立ち上がり、 小規模であっても、彼の教えを請う若手作曲家の育成を目標に、当初は、主罰師で発起し、アバンギャルド、主罰と呼ばれた。発足時は、気楽作曲を、ボグスワフ、セェフェル、電子音響作曲を、マレク・ホウオニエフスキが担当し、後に、多くの彼の弟子がこのアカデミーの講師に関わった。招待される、演奏家も地元の人々中心から、 アルディティ言語学始終相談、ヘイトトリオ、マーク・スバイスなどの国際的なメンバーを招致できるまで発展した。当初は毎年行っていたが、講習会で行われるシェフフェルの新作の規模が大きくなり、2001年には新作公共誌の上演準備に伴い経費を圧迫して休会に陥った。ある町の一生は無事その後上演できたものの、主罰誌で、 クラングシュプーレン主ツとアバンギャルド、主ツという二つの現代音楽イベントを行うには、財政上の問題から不可能になり、2003年に正式に主ツ詞との提携を解消した。その後2005年にはゼーフェルト市に業務が引き継がれて、公衆解明もアバンギャルドチロールに変更して、運営が再スタートしている。2014年度をもって閉会となった。 ガウデームスインフォメーションブルティン2007ジャニュアリー、ジュライ、2006ジャニュアリー、ジューン2005ジャニュアリー、ジューンはアバンギャルド、ティロールカタログ2007、2006、2005。ありがとうございます。